逃げるなら今のうちだぜ。よし、降りかかる火の粉を払うのに。開け四死球の扉、レオ。愛が精霊を強くする、レグレスインパクト。天狗の吐き詰め。さて、アイスメイクハンマー。どうしたよ、こんなもんか。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。任せて、行きます。終わりだ。天空戦。アイスメイク、アイスゲイザー。楽勝だぜ。お宝ゲット。さあ、行くわよ。さて、アイスメイク、アイスブリンガー。天竜の方向。抜かぬ太刀の形。白竜の鉄拳。物足りねえな。もう一丁行くか。お宝ゲット。やれやれ、お出ましか。張り切っていきましょう。さて、
ゴーの方。熱流奥義ホーリーノバ。よし、開け処女宮の扉バルゴピタホール。なかなかやるでしょ。この部屋制御室かしら。あの大きい球体見て、ここエルザが言ってた通りフェイスの、この魔法陣を使ってダメね、完全にロックされて。あれ、ここには現地での手動操作じゃないと起動できないって書いてある。これフェイス発動まで11分。どうしよう、どうしよう、みんなに知らせな。落ち着きなさい、ハッピー。ここを壊してもダメ。起動も解除も現地のみです。みんなに知らせている時間はないわね。早くフェイスを止めないと。もう大変なことになってるんですよ。時間がない、隙を作って。ルーシー、え、ナッツさん。ウェンディ、時間がない、行って。逃がしませんぞ。行け、ウェンディ。ナッツさん、はい。よし。切っていきましょう。張り切っていきましょう。どこにあるのかしら。フェイスって形も大きさ。落ち着いて、集中。向こうから。なんだこの小せえのは。ふざけん、俺にこんな仕事を押し付けやがって。逃げ切れない、やるし。暴れていいのよ。
暴れちまうぞ。俺の呪法は全てのものを斬天下五剣鬼丸。あと5分。さすがにこんな人はそのエーテルなのが魔法を滅ぼす。大立派。お前はその前に粉々に。自爆する。つまりね、
私思うんだけど、ダメだよ。そうよね、ウェンディ。何言ってるのよ、シャル。お願い、行きダメ。シャルの早く逃げなさいよ。決まってやだ。私たちはウェンディ、わかってる。私だって、どこにも行かない。私たちの冒険も、ここを触ればいいんだね。一緒にやろう。フェイスは止まったみたいだけど、ここにいる奴ら全員ぶっ飛ばさねえと。バカなやつ、我々は何度でも蘇るラボがある限り、魔力が消えてない。フェイス計画、やむを得ん。無理やりに起こすか、逃げるつもりか。ここはそなたに任せた。言われるまでに最高の舞台で会えたな。ミネルヴァ、我が名はネオ・ミネルヴァ。悪ごめんね。悪魔因子はもともと持ってるの。さた、おかげで復活しちゃった。ミラネー！リサーナ？ミラネー！なんでここに？私も夏もエルサもエルフ兄ちゃんも捕まっちゃって。そのものは捕まえてませんよ。気をつけて、こいつ。下がって、おじさん。エルフマンというものにはギルド爆破の命令を出します。教科様の前で恥をかき、私の物語が破れて。あなたが私の兄弟よ。この裏に落とし前をつけてもらわないと。テイクオーバー、サタンソウル処理。あなたは私に魂を売ります。汚いわね。テイクオーバー。なぜ？あなたは私に魂を売りますね。私の枕は光の命。力のぶつけ合いってことでいいのよ。クライナさん、
イクオーバー、サタンソウル処理。行ってテイクオーバー、サタンソウル処理。食らいます。テイクオーバー、サタンソウル処理。急いで復活させろ。ヘゼルさん、今は戦闘中。こちらも再生お願いします。復活余計なことを言ってはなりません、ラミさん。それは厄介ね。あなたにそれができますか？簡単よ。うわ、何これ。まずテイクオーバー。あなたがここに来るまで悪魔を吸収する力。お互い様ね。悪魔であるあなた、命令する。自分に命令。我らはゼレフ社の悪魔、エーテル。人間の悪魔もどき。行くわよ。テイクオーバー、行くわよ。サタンソウル処理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 。テイクオーバー、行くわよ。
を守る。我は我に命令する。目の前の敵を八つ裂きにせよ。八つ裂きにせよ。姉ちゃんを守る。魔眼解放。今この世から消滅させる。テイクオーバー、サタンソウル。強化さん、私たちの敵じゃなかったのね。やったね、ミラネ。リサーナとエルフマンがいてくれた。リサーナ、すまなかった。エルフ兄ちゃんが悪いんじゃないよ。そうそう。冥王マルドギール様、敵のセイラとヘルズコアムだ。そんな、それはできない。マスターを蘇らすためには、その魔力を消すためのフェイスケ見えてないな。対局がマルドギールは完全なる策略か、何の問題もない。時期おっしゃっている意味、強化ゼレフ書の悪魔。目的はマスター END の復活と人間とは虫以下の存在です。貴様は人間を捕らえ、マルドギールは不快に思う。心得ました。人間どもめ、退去。アレグリア侵食、生贄、死と再生、絶望と希望。愚かな種族だ。アレグリアを逃れた確率にして約10億分の1。なんたる脅威。タルタロスの諸君、アレグリアにより侵入者を一掃だが、どういう、その人間を殺した兵に血盤の吸気、なんかよくわからないけど、
見つけた、人間だ。なんや、あの時私だけでもやる。火の玉も青猫も死んだ。このイラつきを抑え、こんなところで終われない。精霊王を召喚するしかない。精霊王、代償召喚術。一つの金の鍵を壊すことで精霊王の扉を一度だけ開くことができる。金の鍵を壊す？私の鍵を壊す。そんなことできるわけないじゃない。誰かを犠牲にして誰かを助けるなんてできない。これしか方法はない。絶対に嫌！いつまで甘えているんだ。もう会えないなんて嫌。大事なのは思い出か、鍵か、罪悪感か。違うだろ。仲間を救う力だ。精霊魔導士としての力だ。私の初めての友達。やるんだ。私の鍵を壊せ。私、エリウスが大好き。やれ、ルーシー。開け、精霊王の扉。今まで世話になった、ありがとう。おお、さて、古き友よ、精霊を、精霊を命よ。まさか精霊王を召喚で。愛も変わらず。その、これは END の魂。何を企む？察しはついているだろう。我々そんなことのために古き友は傷つき。そうだ、そんなことのために古き友は何。いつかの決着をつけよう。古き友の覚悟と契約により、友来い。
よう。何をしたって言うんや、悪い。バク。何？水のバリア。魔力がみなぎってくる。アクエリアスの魔力、古き友の。セレオ。あて、古き友。またに星々の導き、ありがとうございます。アクエリアスは死ね。全方面攻撃。しかし、ミカ、まさかあれ、星の輝き。闇なる石、
マルドギールを足止めするつもりか。カリューのゴール！なんだか知らねえけど。待つ。一旦引くぞ。エルザ。よくやったルーシー。うん。エルサメ。アレグリアのおかげで水を差されたが、次こそ。状況を確認する。ウェンディが阻止してくれたようだ。ウェンディ。タルタロスは墜落し、その破片を我々は準備が整い次第。ここはあれ、私たち、あ、フェイスは爆発の瞬間に私じゃあ、ウェンディ、私たち生きて、そうよ。そんな、こんなの、私たちあんなに頑張って一つを。言わないでシャルル。もう絶望なんてしたくない。ウェンディ、弱音も吐かないし涙も流さない。Mm-hmm.